作の宿チャンネルへようこそ。というわけで、どうもどうも、作者です。ミリアヤで、ジェシルです。エレナです。サラです。ベルだよ。リアムです。まあ、はじめましての人が多いよな。ここ、作の宿チャンネルは基本的にソニックとゲームとゆっくりの動画を上げるチャンネルとなっております。それに作者が雑食系夢女子やから夢系というか、半剣と創作のクロスオーバーとか多用するから苦手な人は帰った帰った。地雷で爆死してもこちとら責任取れまへんぜ。あ、そうだ。ここはじめましてさん多いから説明とかしていこか。基本的にはさっき言った通りな。こんな感じのゆっくりの動画とか、ソニックを布教するための説明動画とか、まだ機材買ってないけどゆっくり実況とか、イラストのメイキング動画とか、作者の実際の近況の動画とか、そんな動画を不定期でゆっくり作っていきます。ようつべチャンネルに関する説明は以上か。ということで、作者自身の紹介に行きます。普通の雑食系夢女子です。俗に言う、ソニックの女、です。夢主としてこいつを投入しとります。まあニアリーイコールですわな。あ、同担拒否じゃないんで安心してね。むしろ語ろうぜ。他の沼は窓マギやマギやお邪魔女やペルソナ5や。随時追加されます。よし、次はこの場にいる他の奴ら。作の宿チャンネルのイカれたメンバーを紹介するでー。作者はイカ略。まずは、作者の創作でよく起用され、主人公みたいな立ち位置になってるミリアデッセ。立ち絵は狐散策、ジャンゲマゆっくりのエイムを使ってるで。いや主人公だから、そしてよく夢主にされます。好きやからいいけども。次ですね、私は、RPG 系では回復要因としてしょっちゅう起用されます。ジェシルです。立ち絵は同じく狐散策、狐ゆっくりの村さを使用しております。まあ回復に徹したキャラだからね。当初はあまり戦わせないつもりが、数年前に光魔法を得得しましてね。さすがに一人でボスはきついですが、次は確か、最近作られたばっかりだけどなんかいつの間にかメインにまで昇格しちゃいました。エレナです。立ち絵は狐ゆっくりからササラの素材を使ってます。本当にどういうわけか短期間で性格固まったんよな。宿内キャラかぶりが心配だけど。あ、私もよく起用されますよ。なんか主人公の友達的ポジションらしいよ。で、あたしか、宿のメンバーには入ってるのに住んでるとこはなぜか宿じゃないっていう微妙な設定持ってるサラヤで。立ち絵は狐ゆっくりの静波を使ってるで。まあ元は宿にいたけどね、独立してカフェ建てたからね。そうそう。まあそのせいで作大入りの場所的出番が消失しちゃったけど。お、あたしか、深夜テンションの作者が突如思いついた、ペルソナ5の夢主として起用されたベルだぜ。立ち絵は新キツネゆっくりの新ウプ主ちゃんを使ってるよ。ほんまあれは深夜テンションの塊やったわ。控えることにしたけど、ちなみに作者は出荷派だってさ。最後は僕だね。ここにいるメンバーでなんと男性は僕だけ。リアムです。立ち絵はキツネゆっくりの霊戦を使ってるよ。男性は作りにくいんだ。あ、ハーレムとかなんとかって茶化す人は嫌いだよ。以上、メインはこいつらで行くぜ。他にもいるけど説明役な。ちなみに立ち絵は新しいのゆっくり作っていくつもり。まあ顔の輪郭はトレースして目とか口とかは色変えで済ますつもりだけど、完成し次第報告するね。次は注意事項といこうか。まず一つ、この動画何にしろゆっくりがメインなのでボイスがゆっくりです。機械音声とか苦手な人は注意してね。そして二つ、今は狐さんの東方やジャンゲマのゆっくり立ち絵をそのまんま使ってるけど、別に体に取り付いてるとかそんな設定じゃないです。原作キャラはあんまり出てこないと思っておいてください。素材をお借りしているだけって解釈よ。この姿の自作発言はせぬよ。あくまでもうちの子のキャラ設定がこのゆっくりの体にぶち込まれたって感じで。日本語おかしくなってない？まあ三つ目、複数の半剣作品と作者の創作を混ぜた多重クロスオーバープラス創作がめちゃくちゃ多いから苦手な人は逃げておくれ。はっきり言うとうちの子がメアリー風になりつつある。特にこいつ、もちろんある程度の自重はする。そこ自重してくれんとマジで困るぜ。ただでさえ作者何かとやらかし多いのに。頑張りますわ。大体作者のやらかしってコミュニケーション問題多いからここじゃ大丈夫だろうと思うけど、まあ創作は好きにせいってやつやけど。ってことでこれからも作の宿チャンネルをよろしくな。ご視聴ありがとうございました。